はい、それではね、早速こちらを開封していきたいと思います。ちょっと画面入りきれないかもしれないけど、てかもう入りきってないと思うんだけど、まあ頑張って開封していきたいと思います。よいしょ。ほっ、なかなかでかいな。よいしょ。さてと、パッカーン。もう近いな。いきますよ、出しますよ。ほっ、よっ、よっと。なんだこのでかい段ボールは。ここをパカッと開ければ、てれーん。裏返しかい。裏返しかい。はい、というわけで新しいスタジアムゲットです。よかったです。はい、これはさておき。まずバルキリーだね。バルキリーの色がどうなっているかが気になりますね。おいしょ、おいしょ。よいしょ。おーおー。よいしょ。うわ、かっこいいな、これ。かっこいいっすね。まあ、早速どんどん開けていきましょう。おー。あ、ほんとだ、こっちの方がクリアブルーって感じがする。よいしょ。もう、パパッとババッと、チャラッと開けていきたいと思います。明日への翼。翼だね。ほんともはや翼だね。色が全然違う。今開けたのがこれね。今開けたのがこれで、普通のスターターに入っている方が、こちらですね。もう色が全然違う。もうこっちが青でこっちが水色みたいな。もうこっちこそバルキリーって感じがしますね。まあ、やっぱりおお、ここもクリアになってる。下の、大きな刃もここですね。クリアになっていますね。よーく見ると、ほい、ちゃんと動きますね。素晴らしくかっこいいと思います。うおー、こんなにも色違うんだね。いいね。よいしょ。で、うわ、すげえ、ここも全部変わってんだ、色。よいしょ。あれですね、ちょっとカットなしでお送りするかもしれないですね。よいしょ。うわ、すっげえ。これかっこいいぞ。クリアだ、クリア。これは素晴らしいな。いや、もうこの時点でかっこいいもんね。めっちゃかっこいいもんね。いやー、やっぱ色違いっていいですね。やっぱりね、買うとしたらね、このバルキリー欲しいんだけど、みんな、まずお金がかかる、これね。お金がかかる&スタジアム2個もいらない。しかも、ね、こいつよりも安く買えるのがありますからね。まあ、ロックは相変わらずバリ方ですね。うん。なかなかの硬さ。いやー、つってもやっぱかっけえな、これ。まあ、ちょっと比べてみましょうか。まあ僕のね、ゴッドバルキリーはちょっとね、スターっていうディスクをつけているので、ちょっと真ん中黄色くなってますが、まあ比較するとこっちが青でこっちがん、これ色的にこっちをこっちに変えた方がいいね。わかるかな。こっちの方が青っぽいんだよ。でこっちの方が水色っぽいから、ここちょっとクイッと変えてやると多分いい感じになるかな。ちょっとやるか。今やるか。今できるんだもん今できるんだもん。よし、これで完成かな。で、このクリアはね、やっぱりこいつにしかついていないのでね、このスター、あ、こっちね、このスターつけようかと思ったんですけれども、まあ、こっちの方がかっこいいよね。見た目的にはね。というわけで、まあ、このスターは普通のバルキリーの方につけていきたいと思います。それか、このスターをスターセイバーにつけちゃってもいいんだけど、どうなるんだろうね。ちょっといろいろやってみっか。まあ、とりあえずね、あともう一個。もう一個得点が。これもなかなか開けにくいな。もう宝富さん、もうちょい開けやすくしてくれたら嬉しいな。宝富さん。よいしょ。おお、もういいや、使ってみよう。まずは使ってみよう。うほー、やべ、かっこいい。かっこよすぎるだろ、これ。これ赤大好きな人にはもう持ってこいだね。うん、まあまずは回してみよっか。てなわけで回します。あれ、取れた。やっぱこれポロッと取れちゃうよね。よいしょ。ちゃんとグッと横にやらないとね。クイッて回転させてカチッというところまであるので。よいしょ。それではね、スタジアム、よいしょ
どこいしょ、スタジアムを下に用意して、よいしょ。では早速バトルさせていきたいと思うぜ。よいしょ、よいしょ、よし。じゃあこのノーマルカスタムとこのスターどっちが強いか試そうか。毛が入ってる、毛が入ってる。あ、うちによくスタジアムに入ってるケツっていうのは大体オチビだからね。じゃあクリア限定カラーの方でいきます。おー、かっこいい。3、2、1、ゴー。もう明らかに分かりますね。青が濃い方が限定カラーの方です。これちなみにラッシュシュートするとどうなんだろう。おーおーおー、待った、多分このディスクがやたら性能いい。てか音かっこいいな。へー、じゃあ早速ね、こいつと戦わせていきたいと思います。行くぜ、こいつ先行で。3、2、1、ゴー。シュ。いや、もう3体行くか。おーおーおーおお、こんな絵面見たことないだろ。まあ、アタッカーのバルキリーを最初にやっちゃったのが俺のミスだな。順番的には1、2、3って出します。いきます。3、2、1、ゴー。シュ。1、2、ついてついて、どうした、なんでつかない。あ、釣り力外れてんのね、ごめんね。待て、なんでもありだ。わ、おーおお、バルキリー同士の戦いになっちゃって、ごめんね、楽しいからいろいろぶっこんじゃった。あまりにも楽しいからさ。てかこいつロック外れにくいね。もう一回やるよ。ほい、3、2、1、ゴー。シュ。おっと、もういいや、こいつでいいや。難しい、3体同時入れは難しい、忙しいし。はあ、ごめんな、ずれすぎたな。2、6、ノーロック、ノーロック。こいつロック外れんの。本当にロック外れんのこいつ、ってくらい外れにくいんじゃない。3、2、1、ゴー。シュ。ゴーシュ。あー、もう難しい、俺のシュートが下手なだけなんだけど。いや、ごめん、なんかごめん。3、6、待って、髪の毛。むずくね。まあいいや、じゃあ、うん、ごめん、もう一回やる。どうにかやりたいんだよな。なかなか難しい。じゃあこいつとこいつで。おお、今のジェットシュートじゃない、うわ、すげえ跳ね飛ばす。おお、なかなかむずいけど楽しい。てかやたら楽しい。見てる方は楽しくねえかもしれないけど俺は楽しい。うん、プレイやってる人がね、楽しめればなんでもいいと思うよ。来たー、来たー、やっと来たー。おお、すげえすげえ。おー、挟み石、挟み石。おーっと、おーっと、これはこれは、おーっと、屍が、屍が、おー、同点。